大阪市ティバス、中津営業所は、大阪府大阪市北区中津6丁目にある、大阪市ティバスの営業所である。最寄りバス停は、中津6丁目。国道176号の高架に面しており、出入庫は、高架から行う。駐車スペースは2階に分かれている。バス側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールは、中である。主として、 大阪駅発着路線を担当している。走車は大阪駅西走車場にて行っている。2002年の路線再編以前は、淀川区の地域路線、西淀川区の地域路線も担当していた。しかし2008年3月30日からは、淀川区の地域路線の便については、中津営業所と古市営業所とが共同で運行することとなり、2010年3月28日からは、 古市営業所の廃止に伴い中津営業所に戻る。また2014年4月1日より、前日をもって歌島橋バスターミナルが廃止となったことに伴うダイヤ改正以降は、西淀川地区の受け持ちが増加する傾向となっている。1961年に大阪市交通局の営業所として開設された。二千二年の路線再編以前は、大阪駅発着路線のかに、 淀川区の地域路線、西淀川区の地域路線も担当していたが、路線再編後は、淀川区を古市営業所、西淀川区を取島営業所が担当するようになった。2008年3月30日から、淀川区の地域路線について古市営業所と共同運行するようになり、2010年3月28日からは、前日限りで廃止された。 古市営業所の担当路線を引き継いだ。宇多島橋バスターミナルが廃止されたことに伴う、2014年4月1日のダイヤ改正以降は、西淀川地区の受け持ちが増加した。大阪市交通局の民営化に伴い、2018年3月31日に大阪市営バスの営業所としての業務を終了。翌4月1日に大阪市ティバスへ譲渡され、 同社の営業所となった。当時は川口一丁目まで88号系統と同じ、経路で本田交差点付近から中央大通りを経由して大阪港まで結んでいた。2016年から LED 幕に英語表記が入った。以下は2012年3月31日まで運行されていた38英語系統についてである。以前は大型車、 中型車とも一部例外を除き原則的に日の自動車制で統一していたが2002年の古市営業所の大阪運輸振興への委託に伴い同営業所から転入したい鈴自動車制の車両をはじめ他メーカーの車両も多く配置されるようになった公営時代の入札方法の変更によりその傾向は強まったなお2018年より民間会社となったため 入札制度は消滅している。2010年現在、大型車は日野自動車製、いすず自動車製、UD トラックス製の車両が、中型車は日野自動車製が在籍しており、抵抗会社も在籍している。中津営業所の抵抗会社はこれまでハイブリッド車のみであったが、2005年に天然ガスノンステップバスが導入された。中津営業所内にはガス充填設備はない。 また、20から1481号車は、大阪市 A バス運行開始100周年、記念税ブラバスとなっている。なお、同営業所に配置されていた、日の BT11 が、営業運転当時の塗装のままで、現在も、交通局にて保存されている。ただし、交通局のイベント開催時のみ公開され、普段は、非公開である。鳥島市所大阪市 A バス。 中津営業所取島支所は、大阪府大阪市小野花区取島4丁目1-11にあった、大阪市 A バスの営業所である。最寄りバス停は、取島車庫前へ。また、阪神南馬線電房駅より、徒歩およそ15分。バス側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールは、とであった。取島営業所とは施設は共用していたものの、 同営業所は委託営業所であるのに対し、投資所は直営で運行していた。ありがとうございます。